こんばんは、シンパイロットキヨキヨです。さて本日はマイクロソフトフライトシミュレーターが Xbox クラウドゲーミングに対応いたしました。この Xbox クラウドゲーミングはお手持ちのスマホやタブレット、そして PC のブラウザ等でゲームが楽しめるサービスとなっています。今回は実際にクラウド版のマイクロソフトフライトシミュレーターをプレイしてどのような感じなのか見ていきたいと思います。まず Xbox クラウドゲーミングについてですが、マイクロソフト社が送るクラウドサービスとなっています。登録されたゲームが月額の料金で遊び放題になるサービスとなっております。またこのサービスにはスマホやタブレットなどを使ってゲームをすることが可能となっています。今回ご紹介するマイクロソフトフライトシミュレーターについても、この Xbox クラウドゲーミングを使って遊ぶことができます。今までマイクロソフトフライトシミュレーターをプレイするためにはそれ相応のパソコンのスペック、そして100ギガを超えるハードディスクが必要になっていました。 Xbox クラウドゲーミングを導入することによりその2つが不要となります。 Xbox クラウドゲーミングでゲームを遊びたい場合、この4つが必要となります。Xbox ゲームパスアルティメットメンバーシップ、こちらは月額有料のサービスとなります。対応しているデバイス、こちらは Android、iPad や Windows、Mac、Linux などが含まれます。ゲームを遊ぶためにはゲームパッドが必要となります。対応しているゲームパッドについては Xbox 以外に PlayStation 4のゲームパッドも対応しています。最後にオンラインでのサービスとなるためインターネット回線が必要となります。ゲームパスアルティメットの価格についてですが、月額1100円となっております。ただし初めての場合、初めの1ヶ月については100円で体験することができます。前置きはこれぐらいにして早速遊んでみたいと思います。遊びたいゲームを選択して再生を押すとゲームが開始されます。こちらがクラウド版のマイクロソフトフライトシミュレーターになります。まず操作方法についてですが、基本的にゲームパッドでの操作となります。マウス、キーボード等は使えないようになっています。後々の Xbox クラウドゲーミングのアップデートにより、マウス、キーボード、タッチ操作の追加を計画しているようです。それでは実際に飛ばしてみたいと思います。東京の都心上空を飛んでいる様子となります。インターネットの条件については光回線となっています。光回線ですが、カメラを動かした際一瞬だけゲームのカクつきがあります。入力の遅延の有無についてですが、今回操作した感じではあまり遅延は感じませんでした。入力された方向に対してすぐ反応が返ってきます。入力の遅延があるものと思っていましたが、この結果にはとても驚いています。コックピットのすべての操作についてはゲームパッドで操作しなければいけません。普段 PC 版でマウス、キーボードに慣れている私にとって少し慣れが必要だと感じました。ぜひともここはマウス、キーボードで操作できることを願っております。Xbox クラウドゲーミングの強みとしては、ネット環境とゲームコントローラーさえあれば、いつでもどこでもゲームができるという点です。もし PC で Microsoft フライトシミュレーターを遊んでいて、途中でお手持ちのタブレットやスマートフォンでゲームを遊びたくなった場合、Xbox のメニューを開いた状態で、お手持ちのスマートフォンまたはタブレットから専用のソフトを立ち上げることで途中からゲームを再開することができます。
iPad で実際にゲームをプレイしてみました。多少ラグや画質が落ちる部分はあったものの、パソコンでやっていた時と同じようにゲームを遊ぶことができました。最後にアドオン、モッドについてです。アドオン、モッドについてはマイクロソフトフライトシミュレーターにあるマーケットプレイスにあるものを使用することができます。マーケットプレイスにはパソコン版、Xbox 版2つ用意されていますが、 Xbox 版が使用できます。Xbox クラウドゲーミングでマイクロソフトフライトシミュレーターが遊べるようになったため、 100GB を超えるソフトのインストールがなくても遊べることができるようになりました。ぜひこの機会にマイクロソフトフライトシミュレーターを体験してみてはいかがでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。本日の動画を終了したいと思います。それでは良いフライトを。